皆さんこんにちは、ちょっと大層なタイトルになっておりますでやっぱり現場でこう見てますとね、いよいよこの時代が来たなということもあって、そして、ちょっとこういうタイトルでいいということでしたので、これで喋らせてもらいます。で今日はアフォードの代表ということで喋ります。普段はシステムクリエイズの社長で喋るんですけどね、今日はこっちで喋ります。でまずちょっと最初にこのアフォードのちょっと PR をさせていただきます。はい、これ2010年の2月に設立したんですが、まあ、先月も第6回目のカンファレンスを横浜でやっておりまして、大体こう丸5年過ぎました。でこの中で派生開発に有効な技術なんかをこう掘り下げていこうと、とりあえず今私のやつをベースにしてるんですが掘り下げていこうということで集まってます。で、例えばカンファレンスであるとか、それから研究会、研究会も大体10から11テーマぐらい今動いておりまして、結構活発に動いております。カンファレンスもで、近いうちに大阪でやろうかという話は出ておりまして、なんとかそこへ持っていきたいなと思います。はい、それからあと勉強会ですね、読書会なんかもやっておりまして、勉強会も、7月からまた今年度再開します。多分年間十数回やると思います。あちこちでやると思います。そして、さらに地方部会ですね、その筆頭がこの関西が、そうです、関西部会がありまして、これが一番よく動いておりまして、いい活動してくれております。そして、地方の支援、まあ、横浜市は地方かどうか知りませんが、行政とちょっと連携してその土地にあるその中小のソフトウェア会社なんかを支援しようとということもやっておりまして、一応中に入ります。で派生開発 その今日のテーマですが、まず第一章のところでは、まあ、派生開発の話をちょっと簡単にまとめます。問題も含めましてね、それから今の日本の家電業界が行き詰まった状況をちょっと触れておきます。そして第2章で XDP の話、これも私が提案している方法ですが、これを簡単に折りたたんでおきます。3章4章が今日の中心になります。非常に厄介な動きが見えてきております。これにどう対応していくか、あるいは逆に言うと対応できなければもう脱落するしかないという危険をはらんだ状態が今起きてきております。まず派生開発とはということで、背景、それから、まあ、混乱する理由とかそういうところをちょっと簡単に触れておきます。まず保守との違いということも一つあるんですが、派生開発という言葉を、まあ、公式に使ったのは2000年以降なんですがね、組み込みの世界では保守という概念はなかったんです。もともとそういう言葉は聞いたことがない。でなぜかというと、 むしろバージョンをどんどん上げていって、その改造とか、それからこうどんどん機能を変化させていきますんでね、保守という概念は全くなかったんです。でその中でこうとんでもないことをやってるということがあったんですね。もともと私は汎用機出身ですから、保守というのを知っております。知ってるけど、そのパターンがはまらないということで、ちょっと工夫したのがあります。で、もともとこの競争が背景にあるものですからね、勝つための機能追加とか勝つための変更が入ってくるんですね。でそうすると、保守の世界のように、あらかじめその新規で作った時にここは変わるから、変える時にはこういうふうに変えようねっていうことで、保守マニュアルを作るっていうことができなくなってくるんですね。その場面どこに変わる変化が来るかわからないということ、これが大きな違いなんです。保守マニュアルは対応できないということですね。もちろん組み込みの世界でも保守マニュアルで対応できる領域が多分あるんです。いつもここ変わるってとかあるんで、そういうところは保守マニュアルのものようなものを導入していいと思います。でこの時にいろんないい加減な変更の仕方をするものですから、おかしくなるんですが、結果的にこういうこれはあんまり見えないか、いわゆる系統図みたいな、家系図のようなものがこう出来上がってくるんですね。これが一つの特徴です。で混乱する理由を簡単に言ってしまうと、要求の違いに気づいてない。つまり派生開発の場合には、一つ大きな特徴は変更だけじゃなくて機能追加が入ってくるんですね。で機能追加をどういうふうに扱うかということと、もう一つ最大のポイントが、機能追加、今回追加される機能を受け入れるための変更が検討されてない。
どこにも書かれてない。依頼者からはその変更は来てません。依頼者から新しい機能が追加されて欲しい、この分の使用は来るんだけど、それを受け入れるための変更というのは任されてしまってる。ここにあのちぐはぐが発生している。それから機能追加を実現するときのプロセスと変更を実現するときのプロセスは全くパターンが違うはずだと、これを区別していないということですね。ここに原因があると、これを私は気がついたんですね。で結果的にもう間に合わないということで、この無秩序っていう言葉がそこに出てくるんですが、これが起きてしまう。バグのほとんどがプロセスの原因です。プロセスのミスマッチです。でこうするとプログラムコードが劣化します。そうす、プログラムコードですから、ね、経年変化、経年劣化はないんですが、触った時に劣化するとという世界になります。でもう一つ、一方ではこれあの競争が背景にありますんでね、営業とかそういう人たちはそのカタログにの掲載するその機能の数を増やしたいんですね。他社と比べてうちのが少ないと、ね、こう増やしてこようとする。でそれが現場に圧力がかかるわけです。でもそんな、はあね、大部分ほとんど使われないというともう調査もあるわけです。半分以上の機能は使ってないというのも分かってるわけです。かつて iPhone が国内に入ってくるときに、なんだガラケーより機能少ないじゃんと、と言ってましたね。これもできないの、これもできないの。でも蓋開けて何年か経ったら、日本が一番 iPhone の利用率が使用率、使用者が多いじゃない、頻度が高いじゃないですか。普及あの率としては日本が一番多いって、結果的にそうなっています。つまり受け入れてる、いいじゃんこれで、お財布携帯なくたって別に不自由しないよと、そういうことなんですね。そこを無駄な競争してしまった、あの一種の囚人のジレンマみたいなのが発生して、そのやめられないという状態ですね。その競争がやめられない、それが起きてしまった。結果的にこれが全部現場の疲弊と混乱につながってしまってる。何にもいいことない、誰か止めなさいよとということの、誰も止められない一旦始まったら。そしてもう一つ厄介なことですね。これ変更だろ、簡単だろっていうのが、こういう人上にいません？組織の上の飲みに行くとね、俺は昔はねこうやってね変更してテストしながら仕上げたんだよと、こんなことばっかり言うマネージャーいるでしょあんたの時代と違うんだよと、一緒にするなよと言うんだけどね、変更の方が難しいことがあるんです。それをこの世界に入って2年目や3年目の人にやらせるのかと。私に言わせれば本当50、60の人がやればいい、体力勝負できないから、それがいいと思います。あ、こう知的にやらなきゃいけない、経験を生かしてね。人はこういうところでサボるもんだと、きっとこういうところはこんな作り方してるはずだからよく調べようとかね、もういっぱい経験持ってるわけですよ。むしろそういう人に派生開発やってもらった方がよっぽどいい。若い人にやらせるとね、体力勝負になる、でろくなことにならん、それほど難しいんですよ。それともう一つは製造ラインと同じ発想なんですよ。特に厄介なのは工場を持ってる企業、なかなかわからない、この違いが分かってくれないということが起きます。でソフトエンジニアリング本なんて読んだことない、読みました皆さんあんなでっかい本読めないと、ちょっと待ってくださいと、ちょっと苦言を言いますよ、ね、耳に痛いこと言います。これ小学校の5年生の夏休みの宿題なんですよ。椅子作ります。向こうにあるのは 2x4 の家です。道具も材料も全く同じなんです。 2x4 はのみ使えません、カンナも使えません、見たことない、金槌とノコギリしか使わない、一緒ですよ。でも椅子は作れても 2x4 の家建てられると思いますか？皆さん会社に入って数ヶ月間訓練を受けたかもしれない、それは椅子が作れる程度です。それで家建てろって無理です。家の建て方とかどんなことが必要かっていうのはソフトエンジニアリングに書いてあるわけです。それもやってない、ちょっと大変です。だから新入社員の教育で習った技術では家は作れませんよと、これは覚悟しておいてください。そしてもう一つ、日本の家電業界が縮小する原因ですね。競争力は今やソフトウェアにあるんですよ。デジタル化した部品がほとんどデジタル化した、 4K テレビ 8K テレビなんかいろんなあるけど、
部品のほとんどがデジタルです。デジタルでしかもその大部分が外部調達で作り上げているはずです。自社のオリジナルはほんのわずかしかない。そういういくらでもそんなものでいくらでも代わりのものを1年はあれば作っていきますよ、別の方法で。つまりハードの優位性というのはせいで1年しか持たない、そういう世界です。価値を提供するワクワクさせるのはソフトウェアです。ハードがダメって言うんじゃない、ハードだけじゃダメだということですね。でこの優れたソフトウェアがなければ結局箱作りになりますから値段の競争になってしまう。ここに日本 の製造業が陥ってしまった。アジア、中国とかアジア そのセットメーカーと値段の競争に走った。勝てるわけない。原価償却1年でできません。あんな工場の原価償却日本では6年とか10年かかります。つまり6年とか10年優位性が保たれなければあれ償却できないんです。6000億なんかかけて作りましたかね、あれ社会でね。絶対不可能なことやってしまった。原価償却という発想ないんじゃないかって日本の経営者にはという気がして、私一応社長ですからでもう一つ厄介、これが今度、もう一つ苦言です。果たして日本の企業の経営者にソフトウェアが分かる人がいるのかいと。同志社大学にロバート・コールという先生がいます。あの客員教授で来てると思います。あの方が英語で論文、向こうであれはカリフォルニアの方に大学にいるはずなんですが論文書かれてまして、IPA の、 あの新谷さんが主役されてますが、ちょっと相談を受けました。これ本当かと。本当です。なぜ日本の企業にソフトが分かる経営者いないんだ。プログラムコードを書いた経験者はもう役員クラスにいます。でもプログラムコードとソフトウェアの違いが分からなければ意味ないんです。プログラムコードのことをソフトウェアという呼ぶ、ソフトウェア開発やってるという、違う、それはプログラムコードを作ってるだけ、ソフトウェア開発になってない。その区別が説明つかない人が上に全部いる。これじゃ絶対に勝てない。これちゃんと説明できるようになっておきましょうですね。で、まあ、そういうことが今起きてるということで、ちょっと落ち着いて今度 XDP の整理をちょっとしておきますね。これは私があの1978年に開発した方法です。組み込みのところにこう汎用機から組み込みに転向して2年目ですね。そこで開発しました。でそれで、まあ、アメリカの客からの変更要求ですね、40項目の追加と変更ですね、これを3ヶ月でやってほしいと。見たこともないソース、言語も初めて。これあのレジスターなんですよ。要するに初期のレジスターです。ですからね、特殊な言語なんです。ベーシックとアセンブラーとなんかくっつけたような言語でしてね、このメーカーはコンパイラス作れますんで、自分で。要するに一桁が4ビットなんですよ。数字を扱う世界ですからね、4ビットあればいいわけです。そういう言語なんです。ドメイン初めて、これを3ヶ月でどうやってやるかということで、要するにある種の完全無知見の状態ですね。一応設計技術は持ってる。で、保守ではできないと分かったんで、当時 DFD を使ってプロセスをデザインしてましたから、自分の作業をデザインしてましたから、それを使ってこれ設計するんですね。どうしたらやれるか。それで、3ヶ月という期間と品質、つまりバグ出したらもう間に合いません。バグを出さずに3ヶ月でどうやって仕上げるかっていうんで1週間かけて作ったのが XDP なんですよ。これでシミュレーションしていけそうだってんでスタートして、きれいにほとんどバグ出てません。レビューででも仕上げますから、ある意味で今 あのアジャイルに似てます。レビューでどんどんもう完成させてしまいます。そして最後確認された状態でソースを変更します。だからソースは劣化しません。ソースコードは劣化しません。これを仕上げた。だからこれ以降新規開発と派生開発、このあと22年間1回の納期でも私はありません。全部できます。プロセスは時代に設計できますということをやってきたんですね。で XDP っていうのはもう余計なことを一切求めてない、必要最小限のことをしか求めてない。それでもなんとか省こうとされるこれ書かないかんのってね、その世界ですね。それから今言いましたレビューを中心にこう仕上げていきますので、
結局個人の中に個人にほったらかししないということです。ですからソースコードを変更する前にバグのほとんどは解消しているということです。この方法なんですね。でただし保守マネールで対応できるところは保守マネールを使って構わないし、それは別に否定する必要は何もない。ですからこのパターンが日本の保守 の世界の中あります。ここがちょっと特殊なんですね。これがちょっと特殊なんです。つまり機能追加があるとここで対応してるはずなんです。で問題はこの場所でどんなプロセスでやってるかが問題なんです。ここで新規開発のパターンをやってる可能性があるんです。そうするとやばいんです。だからここは XDB でやってほしいんです。でここでもし定期的に使えるっていうものだったら保守マニュアルに上げていけばいいです。こうしていけばうまく回ると思います。でそうは言ってもこうやっていろんな勉強会とかいろんなことやって説明してるんですけど、やっぱりね尻込みするんでなかなかやってくんない。もう XDP って疑ってもしょうがない。もう結果が出るのが分かってるんです。もう実証されてるんです。その世界なんです。ちょっとこう宣伝になっちゃいますけど、 USDM の要求書の本と XDP の本合わせてもう5万冊以上売れてますから。しかも今回スクボックの中で、USDM と XDP はもう一応品質は確保できる技術として扱ってくれましたね。掲載していただきました。これで世界に出ていきます。そういう技術です。それ何ごちゃごちゃ言ってんだと。要するに派生開発による、 XDP による派生開発と今までやってきた方法とかパターンが違いすぎるんで、なんとなく憧れて前のをやりたいんでしょうね。でもうまくいかないんで、だったらさっさと乗り換えればいいって言ってるんですけど、そこで引っかかってる。ちょっとプレゼント。これが私がゾーッとやってきた勝つ方法です。今日皆さんにもやっぱ勝ってほしいので、一つは人ができていることは全部できること、エンジニアである限りこれを追っかけてほしい。今自分の目の前にそれいらないかもしれない。だけどいつ必要になるかわからないから、自分の時間を使って何かをネタを見つけてきて自分でやってみておくということですね。いつでも使える状態を作っておく。実際にそれが必要になってから取り組んだんではもう間に合わないです。それはエンジニアのやる行動じゃない。事前にやっとかなきゃダメです。そしてポケットに入れとかなきゃダメです。そして何かあった時にそれをいつ使う、ね、人ができてんだからできるはずです。もう一つ、人ができてないことをいくつできるかです。その一つが要求しよう、階層化した USDM です。そして XDB です。誰もできてなかった。だったら自分で考えればいい。いわゆる新結合、イノベーションです。いろんな技術をつなぎ合わせて作り上げたのがこの XDB です。そのためのベースが必要です。そのベースはソフトエンジニアリングの中にある。夏休みの課題の椅子しか作ってなければそのベースがないから、組み立てられ、いろんな技術を組み上げられない、つなげない、イノベーションを起こせない。イノベーションは技術革新と訳しちゃダメですよ。新結合と訳さないとイメージ合わなくなります。でここから大変な時代ですよということでお話しします。新しい時代が2000年の中頃から一気に出てきました。ちょっとこれ歴史的な流れがあるんですが、簡単にだけ言っておきます。1980年代はこれちょ資料は前に出してません。1980年代は品質を競ったんです。でこの時に日本はプロセスで品質を競う確保することを忘れた、見落とした。フィリップ・クロスビーのクオリティ・フリーという本がありますね。これがハンフリー のベースになってるわけですが、これはプロセスで必要なプロセスを必要なところで実行すれば品質はタダだと、勝手についてくると。品質を確保するための行為は全部それ余分な行為だと言い切っちゃった。ところが日本語の本のタイトルがクオリティ、クオリティはタダとなってないんですよね。あれクオリティマネジメントとなってるんです。弱いな。フリーを使えばいいのにね、翻訳にね。それが衝撃的だった。それから90年の前半は納期を競ったんです。品質はもうプロセスでできるんで、じゃあ早く仕上げろと。ここで日本は人海戦術を取ったんです。バブルで新入社員が4000人もいるんです。小分けして、分担を小さくして、狭くして
人海戦術取った。なんとかやったんだけど、90年代後半にコストの要求が出てきた。アジアの通貨危機の後に。ここで引っかかってしまった。人海戦術が裏目に出た。で、オフショアとか外注のコストを下げてっていうやり方だったんだけど、残念ながら2000年に入ってワッツ・ハンフリーの本がありますように、ウィニング・イズ・ソフトウェアという本があります。この中でハンフリーはファスター、チーパー、ベター、より早くより安くよりよく作ろうと、つまり QCD の同時達成を訴えてるんです。もうできるでしょうと。ところができてない。でもちろん できてるところあるんですよ。そして2000年に出てきた方法の一つがアジャイルなんです。あれプロセスをぐちゃぐちゃにするんじゃないんです。全部できる人たちがもっと上を行くんです。だから彼らはバグを出さないんです。そして2010年代に入ってソフトウェアデファインドというまた新しい流れが入ってきた。どんどん日本の企業にとっては遠くなってしまうんですね。ちょっと怖い話をします要するにアジャイルとかそういう開発方法、モデル駆動開発、これどんどん入ってきてます。これはこれで取り組んでください。早く機敏に作らなきゃいけない。これはこれでいい。ただしバグ出しちゃダメです。で派生開発も当然これに対応しなきゃならない。でアフォードも研究会の一つに、アジャイル開発とエクセデビをどうつなぐかというテーマがあります。先月もそのアジャイルエクセデビという形で発表してくれてますが、その動きを持ってます。で、アジャイル開発で作ったものであればこういう開発の仕方をしよう、あるいはモデル駆動開発で作ってソースは自動生成してるんだからソースは絶対触っちゃダメです。もう生成できなくなりますからね。もっと1個手前のやつを触らなきゃダメですね。さらに大規模システムはどうするか。こういうのは XDB という一つのひな型はあってもいろいろ状況を変えなきゃいけないんですね。変化させなきゃいけない。これが必要になってきます。これはアフォードの研究会でも今取り組んでおりまして、皆さんもそれにぜひまた参加していただければと思っております。でもう一つ、これをご存知ですよね。インダストリアルインターネット、この中インダストリアルインターネットで勝手にちょっと使えないと思うんで、これ もしかしたら丸Rをつけなきゃいけないのかもしれないです、はい、この中にあるのは IoT と M2M しか出てきません。ちょっと違いますIoT と M2M ちょっと違うみたいなんだけど、これは、明らかに違います。 GE は2013年にこの宣言をしたんです。かつて GE はソフトウェアは他社に任せて自社はハードの世界に集中すべきと考えたが、方針を変えた。つまり逆にすると言ったんです。そして今年の1月だったかな、今まで別会社で作っていた白物家電を北欧のメーカーに完全売却しましたね。ライティングだけ残ってると思いますが、あれ本社で持ってると思いますが、もう一つ画期的なことをやりました。航空機のエンジンと医療機器の製造も別会社に出しました。 GE 本体はやってません。作りません。凄まじいことやります。これ一機20億とかそういう値段ですよね。それ日本の企業だって絶対話さないでしょ。だけどね、機能と同じことをする仕事なんですよ。それは子会社で効率よく作ったことよっぽどいいと、それでいいと。 GE 本体はソフト会社に切り替わってしまった。日本はこれが全く逆なんです。ここの違いなんです。ここに早く気づいてほしいんです。逆をやってしまった。本当は価値を生むのはソフトウェアなんです。そのソフトウェアを別会社にして給料を下げて酷使してる。そりゃいい人生まれませんよ。インダストリアルインターネットの狙いで、これ GE が何をここで狙ってるかというと、これもちゃんと書いてあります。製品のパフォーマンスを最適にする。そのためにセンサーを使って、やはりこの部分に関しては IoT とか M2M に近いわけですよ。非常に細かなデータを手に入れる。で、基本的に故障させない、実質的に故障させないようにする。故障を非常に早く検知する。それがビッグデータなんですね。それを使って検知する。だから修理時間をものすごく短くしてあげようと。で、予備を持つ必要ない。少々高くてもこの方がいい。そしてトータルのパフォーマンスを上げていくっていう、これは全部ソフトウェアでしかできない話なんですよ。ここにやってる。実際に GE は毎月航空機エンジンのプログラムをダウンロードしてるんです。
無料でもっと燃費が良くなるプログラムに変えて毎月ダウンロードしてる。もちろん新しい製品にはそれが載ってるんだけど、すでに買ってくれた人にもお客さんにもそれを提供してるんです。この発想が日本にない。いいじゃん、やって提供すれば。あの時買ってくれたから今開発できるんじゃないですか。その代わりちょっと高くても買ってくれる可能性あるわけですよ。それをやらない限りは安値競争に巻き込まれてしまう。今もう一つソフトウェアデファインドという流れがあります。ソフトウェアデファインドカー、あるいはソフトウェアデファインドデバイスとかね、スマホとか iPhone みたいなものはもう全部これができてます。 Apple Watch も今月 OS から全部入れ替えますね。つまり買った時に使えなかった機能、考えもしなかった機能がタダで入るんですよ。ワクワクしません？早く買ってもいいわけでしょ。これポルシェに入ってるわけですよ。アップルカープレイでね。 iPhone 横にしただけですよ。その時点で操作できることっていうのはそんなに数ないから、あそこどんどん変わるんです。いっぱい並べる必要ないんですよ。あんだけでできる。スマートでいいじゃないですか。スポーツカーだからね。私の車ボタンがいっぱいあるんですよ。昔高級車ってのはボタンがいっぱいあったんですよ。使えないんですよこのボタン。恥ずかしくなってくる、だんだん。それからテスラのモデル S、 iPad を横にしたぐらいなんとか2個並んでる大きさです。これ一見ブサイクです。でも何でもできちゃいます。後から買った後でプログラムが勝手にダウンロードされます。もう常に Wi-Fi でつながってますから。クリーピング機能なんて入れるんですよ。オートマチックじゃないですよこれ。これお客さんからの要求なんですよ。渋滞の時に面倒くさいと、テスラ S はペダル1個しかないですから、離したらブレーキなんですね。でも少し踏んでなきゃいけない、面倒だと。オートマチックはクリーピングとなったと、あれが欲しいと。わかりました、ボタン1個追加したんです。ハードボタンじゃないから何だってできちゃうんですよ。でクリーピングのボタンを押せばエンジンの、モーターの回転を適当にしてずーっと動けばいい。それからレーダークルーズコントロールの機能も入ってますから、前の追跡距離を測りながらやればいい。買った時にないんですよこの機能。楽しいでしょ。なんか増えるかもしれない。まだ増えますよね。まだ増える予定してるんですよ。自動運転も入れちゃおうとしてるんですよ、後からタダで。これにどうやって勝つんですかということですね。今までは諦めるか買い替えるしかなかった。買ったものの使いづらい。今違う。パネル1枚にしとくから何だってできる。変なボタン作るなと。ハードボタンなんかやめちまえと。電話機だってファックス電話だってあんなボタンいらない。全部パネルでいいと。そしたら何だってできる。後で年寄り用のソフトだってできるしね。息子がダウンロードして入れてやればいいじゃん。なんでそこにあのパネルメーカーがなんでそこに気づかないのというのをここで言うんですよ。ここだから意味があるんですよ。で結局ソフトウェアでできちゃうんで、そうすると価値を継続的に提供できる。その製品がデファクトスタンダードになっていく。アップルウォッチもそうですね。もう完全にデファクトスタンダード、もうキットも提供しましたから、もうあれ外せないんですよ。あのアップルウォッチはなくせないんです、世の中から。全部そこをスタンダードとしていろんなアプリ入れてきますから、これが賢いんですよ。価格競争に巻き込まれないです。もう殿様商売で欲しい人だけ買ってくれればいい。それでいいじゃないですか。ちょっと高いよ、でも失望させないよ。ソフトウェアデファインドによってこうやって後からこうやって供給提供できるんですよ、いろんな機能が。これってワクワクしますよね。ニュース見てたら、あ、来月これ生まれ変わるわ。そういうことで今までの製品ないじゃないですか。後から提供できる。つまり早く買っても後悔しない。ハードには将来のことを多少考えて織り込んで、今すぐ使わないような部品なんかも入れておいて、今使い方がまだうまくないんだけど、とりあえず入れておいて簡単に使うだけですね。
でもそのうちに誰かがそれをもっとうまく使う方法を考えてくれる。それは自社じゃない外の会社、そのおかげで自社の製品が売れる。こんなうまい商売ないじゃないですかでしょ。なんでこれがあるのに、そこにも存在してるのに、なんでこれを追わないのということなんですよ。で最後、結局こういうことができる、できるこういう仕組み、こういうかんあの状況で製品を提供しようとすると簡単にはいかないんです。言うの簡単、実際に見るのは簡単だけど、あんなも簡単に作れっこないです悔しいけど OS から全部揃わなきゃいけない。日本に OS って何、トパズさん頑張ってくれてるけど、なんかトロンぐらいしかない。ちょっとここにもあの出してんだけど、あの半導体メーカー出してあのやるんだけど、自社のオリジナルの OS もない。何してんの。アメリカなんかでちょっとしたそのチップ作ってればオリジナルのアルトス出してくれますよ。一緒についてきますよ。ということで、この状況に対応するためには高度な派生開発の技術が求められる。今以上に派生開発の技術が求められる。これは間違いない。一つは機敏に対応していく世界。多少バグがあってもすぐ直せるわけですよ。別に構わない、構わないって変だけど、まあ許してもらえる世界がある。こういう世界が大体そうです。許してもらえる、すぐ対応すればいい。もう一つはインフラ系のシステムですね。そう、こいつはそうはいかない。非常にしっかりと作っていかなきゃいけない。つまりこの2種類の全く違ったパターンがあるんですよ。同じ派生開発なんだけど、そのプロセスが変わってくるし、考え方変えなきゃならないと思ってます。これがこの後明らかに求められる派生開発の世界なんです。で、私がちょっと気になってたんでそれを今日発表しました。派生開発特有の技術セットというのはありますね。と、例えばプレスマンの実践ソフトウェアエンジニアリングという本の中に、あれ私英語があまりうまく読めないんでね、原書で存在してる、あることは分かってても原書の中に読めなかったんですが、やっと翻訳してくれたと。で飛びついて読んだら、ん？ウェブエンジニアリング？あ、そうだか、ウェブの世界は独特の作り方があるなと。それをエンジニアリングとして体系化するんだ。だったら派生開発エンジニアリングだっていいじゃん。全く新開発違うんだから体系化しようやと、と思ってるんですよ。この中を派生開発として独特の考え方が必要なんですね。もう一つ私が長生きするあのきっかけを手に入れましたまだやめられません。これの道筋は私つけなきゃいけなくなってきた。中身は皆さんに譲ります、ということなんです。ですから保守っていうのはハードのが世界でこう存在してるんだけど、結局ソフトウェアも適時更新してほしいと。できるでしょと、ほとんどがソフトウェアの世界でしょと。 B2C の場合はインターネットでダウンロードしてもらえばいいと。 B2B は営業が持っていけばいいと。例えばね、これ新しくなったんでと交換してくださいと。でこの方がお客さんによっていろんなバージョンが入っているという状況を避けられますね。ただで提供すればいいじゃん。どうせ新しく作って新しい製品に売るんだから、つけて売るんだったら、だったらついでに渡せばいいじゃないですか、こんなケチらないで、ということをやりましょうよと。そうするとソフトウェアでビジネスに、かつてそのハンフリーのその世界に入れるでしょう、ということです。今逆に言うと、これに対応できなければ日本の製造業は多分立ち行かないだろうと。別に2社3社の問題ではない、家電の問題ではない、他の製品も全部同じ問題が引っかかる。だって航空エンジンがやってるんだよ。今もう一つ私がショックなのは、上海で家電のショーがもう終わったんでしたっけね、日本の大手家電メーカー一社も出さなかったですね。何ですかこれは。家電が地球上からなくなるなら構わない、早く撤退した方が勝ちですそうじゃないでしょ。他社がどんどん面白いの作ってて、なんで日本が出せないのか。こんな恥ずかしいことを日本の
企業のトップが平気でやるのかと、ここにそのちょっといらっしゃったら言っちゃってください。僕呼ばれたら説明します。あ、許されないです、そんなこと。今までの活動が何やってたんですかってなります。もう一回やり直してくださいと。家電はなくならないんですよ。ソフトで扇風機だってソフトで大化けするんですよ。そんなアイデアぐらい持ってますよ。ハードだけでやるからできなくなるんです。1800円の扇風機しか作れないんです、売れないんですよ。2万3万5万円の扇風機作れますよ。とっても楽しい扇風機、それがソフトでできますよ。なんでそこに行かないのということです、はい。でそのためには組織の開発力が問われますねと、ということになります。製品の価値を高める時代ですので、今までのようなこんなドタバタしてたんじゃどうにもなりませんと、はい。まあ、ごちゃごちゃいくつか書いてますが、問題はその新しい時代を、将来の時代を見据えた技術習得のロードマップをそれぞれの企業が作れるんですかと。変にオフショアに出してしまって完全に空洞化してませんかと。1円でも安い開発力を求めて、あれは製造現場はそれでいいです。我々のところにそれを使った、それが大失敗です。非常に時間かかると思います。でもやるしかない。1億人が部品では食っていけません。日本人の1億人を部品で食わせるのは不可能です。完璧に不可能です。とてつもなく貧しい状態になります、ここを失うとね。その思いで来てるんです今日ということで、あとはもうちょっといろいろ書いてますが、派生開発をまず制覇しましょうと、そして新規開発も勉強してくださいと、両方持たなきゃダメなんですよ。アフォードの活動に興味のある方はぜひご参加ください。